なんですね。今からどこ行くんですか。前田さんの、那須さんのオフィスにフィードバックをもらいに行ってきます。何のフィードバックを。オフレコっていう1月の2日にイベントがあるので、それの告知用のバナーを作って、まあ、それのフィードバックをもらいに行ってきます。こんにちは。やりますよ。お願いします。こんにちは。今日はオニフィードバック、はい、させていただきますよ。ありがとうございます。お願いします。いつのフィードバックスがそのスタイルなんですか。あ、もう大体大体です。本気になる時本気になる時は。今日内容としては8月の2日にイベントがあるということで、はい、今回はその告知用のデザイン制作が今完成したということですね。はい、このフィードバックをいただきに今日参りました。いただいてるのにオニフィードバックしますというね。大久保さん、じゃあ大久保さんは新人ですか。はい、新卒ですか。はい、新卒1年目の駆け出しです。どうですよね、新卒で入るって。じゃあ説明お願いします。今回オニーフィードバックの方は見させていただいたんですけど、そのデザインからは離れてもいいっていう話をお伺いしていたので、お菓子のパッケージの文字組みもモチーフにちょっとなんか怖い鬼の感じを出したで作りました。基本的には真ん中に情報を集めていてまとまりを出しているのと、あとは参加者が泣いても運営は一切に責任を負いかねますっていうのを入れて、今回鬼のフィードバックするよってことを伝えています。以上です。これはフォントなんですか。筆文字は、筆文字はフォントなんですけど、違うフォントとか組み合わせて作ってるのと、こういうところだったりとかの調整とかは自分でしてます。素晴らしい。それはいいことですね。まず気になったのはそこなんですよ。フォント感が強いっていうのが、世界観のフォントって難しいんですよ、実は使うの。まあ分かってるから加工はしてると思うんですけど、若干まだその意識が弱い。この真ん中のロゴだけすごい時間かかってて、他が手薄って感じがしてました。はい。当たってます。当たってます。やっぱり。あと僕の名前のところとかも違うんですよ。せっかくフォント感壊してロゴに作ってるのに、あっちで変に目がいっちゃってから、もったいないんですよ。はい、参加者がないっていうのは運営一切、まあ、これがキャッチコピーにしてて、これをなんかもっとでかくするとかやってもよかったのかなっていう。だから僕もちょっと顔ちっちゃくても情報をこう今真ん中にまとめてるけど、左下にピュッてまとめてこれだけバンっていくのっていうのがいいと思います。フォントの選び方とか、あれこのロゴに合わせて選んでるけど、逆に僕やと全然違うんですよ、ね、この世界観これよしだとデザインセミナーに見えない。リアルに滝行とか行くんかな。印象だけですよ。読んだら分かるんですけど、 SNS のタイムラインとかって多分1秒ぐらいですよ。他の人がやってる人のイベントのバナーなんて、やっとそれをパーって見た時に、前田さんがこう仏教のイベント始めたのかなとか、デザインのセミナーなんで、デザインセミナーに着地しないと。今回地獄のオニフィードバックっていうところで、オニフィードバックの事前の本があるじゃないですか、はい、それ僕も拝見をした中で、あの本のニュアンスというか雰囲気がこのバナーからも伝わるようにしたいなっていうところを、はい、地獄のオニフィードバックっていう本当のイメージであったりとかを本のイメージに、まあ、極力近づけていったというところで、はい、地獄のオニフィードバックっていう風になった時にどんなフィードバックをされるんだろうっていうところが、バナーを見た時に少しイメージが湧きづらかったので、はい、じゃあ地獄のオニフィードバックってところで目を引かした後に、じゃあどんなフィードバックがあるのかというところを一つの文として、あってそこからもう日付だったりとかっていうところが出てくるような仕組みでやっていきたいなと。あとはデザインの足台としてそれぞれの悩みであったりとか、どうやってデザインの勉強するかわからないっていうところの様子も縮めながらやってるという形になってます、うん、なるほど。これ見た瞬間にこなれすぎてんなと思った。典型的なデザイン、どういう人に向けてってことですか。主にでいくと、そのデザイナーっていうところで、デザイナーの中でも3年目であったりとか少し中堅層を狙っていくような形ですかね。思ったことどんどん言ってます。周りの文字、まあ、これ具体的な悩みやと思うんですけど、うん、ちょっとフォントがホラーすぎて、フィードバックの怖さっていうよりもおぞましいホラーな感じがするんで、この筆の感じじゃなくて、まあ、さっきデザイナー向けっていうのもあると思うんで、うん、なんかデザイナーにピンとくるようなフォントとあったんじゃないかな。地獄のオニフィードバック
の地獄のロゴのこれ作ってるのはめちゃくちゃ偉いんですけど、甘いというか、うん、もうちょっとやらないと地獄にならない。鬼が炎が左上に出てるけど、ぱっと見普通の本当に見えたんで、近く見たらあやってるんやなって感じするけど、もっと地獄こういうところでデザイナーシズルっていうか、その辺にもちょっとピンとくるようにできるんじゃないかなと。あとこのロゴと両端揃えてるじゃないですか、下のインフォメーションのちょっとちっちゃくします。その方が落ち着きがいいんですよ。揃いすぎて立ちづらいっていうような。そうそうそう。あとは僕の写真が爽やかすぎますね。爽やかさー。ただ鬼になってないじゃないですか、はい、それちょっと遊び心が欲しいですね。めっちゃ細かいこと言っちゃう。価格の左にあれ欲しいです。桁のちょんとか、あーはい、桁ちょんですね、はい、まあでもこっからやと思うんですけど、ね、はい、よく見えるっていうのは分かってる、それを組み合わせてるなっていう。うんうん、そこからの一歩突き抜けというか、まあ、突き抜け、まあ、そうですよね、はい、息を吐くようにやらないと。めちゃくちゃ活躍してるデザイナーで4時間とかちゃんとやらない人いないです。こういうちっちゃいとこ誰も見てないような、掃除で言うとこの端っことこの下の方まで見なきゃ分かんないようなところもちゃんとやる姿勢っていうのが大事だと思います。ありがとうございます。ちなみに皆さんその格好とかでどうしようかな、この方がいいですか。もし、あ、それで来られるのが、僕、お写真だけ撮って、バナーの写真、それの方がいいなと思って。あ、でもこれしましょうか。ありがとうございます。なんていうか、ちょっと質問してもいいですか。はい。はい、僕、なんか、視認性とか結構気にしちゃうことがあるんですよ。うん、特にもう、そこ、気にせず最初はいきなりガッと。後でチューニングする。後でチューニング。うん。視認性とかね、大嫌いなことなんですそこにとらわれすぎて、80点取れる優等生みたいな。よりも、何なのこれみたいな本を作りたいと思って、うんうん、最低限でいいかな、人生は、はい、うん、だってもうバナーって絶対情報入れるもん。タイムライン上で何か違和感作るっていう目的があったら別に人生とかもメモになって思ってるし、うん、前田さんの多分勝てるデザインの本かなと思ったんですけど、はい、クオリティ高いフォントと低いフォントのがあるって話をおっしゃったと思うんですよ、はい、日本語フォントでそれどういう風に見分けてるのかを聞きたいなと思ったんですけど、はい、なるほど、いい質問ですね。クオリティは実はそんなに分かんないです。でも2つ分けれるんですよ、ね、世界観があるかプレーンであるか。はいはい。なんか質問ありますか。ずっと悩んでることで、学生時代からなんですけど、なんかお手本とかアドバイスとかを聞きすぎるともうそれにしか従えなくなるっていう、うん、言われたように思考が固まってしまうんですけど、うん、それってどうしたら良くなるっていうか、うん、じゃあ割と答えを出してもらってその通り作る、それを爆速で作って、いや実はこっちの方が楽ないですかっていうのを同時に作る、うん、だからスピードめちゃくちゃ大事で、本当はこっちの方が良くない、大抵読んでたらやし、外してもダメージないじゃないですか、むしろプラスしかないですから、うん、あ、もう一個作ったんや、それでまたフィードバックもらえたら、あ、これは違うかったんだ、経験も2倍になる、うん、だから2つ作る。答えを求めてくるデザイナー多いんですよ。どういうのですか、こういうのですか、いや、知らんし、最初のアウトプットはデザイナーが決めるんです。答えを、まあ、言っちゃうんじゃなくて自分で見つけるのがデザイナーなんで、うん、はい。ちなみに世の中で活躍するクリエイターの特徴ってありますか。自分で考えれる、これがいいって言えるし、うん、か両方持ってる人は、ね、活躍してるの、うん、伸びる人は素直な人、すぐ受け入れて試す人、うん、こだわりも大事やけど、やってみて違うかって言ったら、うん、パラレルワールドを想像できないと。例えばちっちゃい話で言うと、この本を勧めやってやっていう、うん、誰かに言われたらもうすぐ読んで感想を伝えるとか、はい、うん、一回その方を受け入れてみる、こういう世界があるかもしれないみたいな想像力がある、想像力がある人かもしれない。うん、普段部下の方にどういうフィードバックすることが多いんですか。同じことしか読めないですよ、うん、この案件のやったり誰に何を、うんうんうん、それでずれてることが多い。でアウトプットとかも任せたいからゆっくり言わないけど言ってしまう。はい、同じことばっかり言うのがディレクターの仕事だし、うん、同じことばっかり言わすのとはなれないんですか。いや、なりますよなるけど、まあしゃあないなってのも分かりますよ。普通に作ってたら視野が狭くなるから、うん、俺も自分でもあるんで、うん、8月2日当日はまた、うん、さらにいろんな角度からそうですね、ちょっと厳しくなりたいですね、もっと、うん、以上です。ありがとうございます。早速ですね。いや、いつもこんな感じで。いつもこんな感じで。